花尾芳郎の音楽の話。はい、皆様こんにちは、金尾芳郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾芳郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。ね、焦るね、なんかね、なんで小道具を忘れてしまった。いや、忘れて、小道具がいろいろね。はい、ということですね、はい、おなじみ松下俊美さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞお願いいたします、はい。今日はね、松下さんじゃなくて高橋真子さんです。どうも、今日もお邪魔してますねえ、まこっちゃん忙しい中ね。忙しい。いやそんな。昨日はね、ライブ行ってきた。昨日はね、下道。下道ですよね。また京次くん、京次さん、山本京次さんにお会いできてよかったよ。あ、久々に会った。あ、そうだよね。そうなんだね。私もしばらくぶり会ってないよ。そう、僕もね、このラジオでは宣伝したんですよ。下道と京次さんの、まあ、共演っていうかね。いや、加納さんはまたパワフルだったわ。あ、本当。加納さんね。加納さんもちょっとあれ。いや、同じだね。加納さん。加納さんと加納さん。いや、でもあのあれですよね。僕のね、学生時代からのやっぱり下道ってファンがいて、ね、ベテラン。なんでも50周年だよ。50年。50周年すごいね。昨日。すごいね、まだまだですね。まだまだですよ。もともとはあれでしょ、昨日はあのドラムはソウルトルさん、ソウルトル君、もともとね違ってたよね、違ったね、だからベースももともとは青木さんっていう方がね。そうかそうか、すごいね、50年です。50年50年だからね、すごいよ。すごいね。待って、もうライブの時宇宙のパワーを下ろしてました。そうなんだ、本当。そっから始まるの。みんなに宇宙のパワーを分けてみたいなね。すごかった。本当すごいもんね。だって学生の頃だってよくピアとかでさ、はいはいはい、まあね、ね、あの山本京次くんはお元気でした。元気でしたね。京次さんも元気で、ソロがまた素晴らしかったね。もう連日でしょ。うん、ね、連日や。あのパワーもすごいよね。すごい。まこさんパワーもね、すごい。みんな元気だね。細い体でね。細い体でね。で、大体年の頃がさ、大体近いじゃない。大体同じぐらいだね。ね。大体同じって同じでしょ。違う。いやいや、まあ巨人が二つ、加納さんが二つ上で、巨人くんが二つ下になるのかな。そうだね。加納さんって二つしか違わないの。そう。本当。もっと上かと思った。うんね。でもだから若い頃からやってるから、16歳ぐらいからもう現役でバーってやってるから。すごいね。やっぱりみんなね、そう、若い頃からデビューが早い人はさ、すごい年上に見えちゃう。見えちゃうけど、寺内さんとかもそうだもん。そう、この前そういえば私、阿部律子さんってご存知？あの方の恵子さんのラジオでね、出演するんで一緒に行って、その方の番組、年聞いたらさ、え、あんま3つぐらいしか違わないじゃない、加納さんたちと。と思っちゃった。あ、じゃあ昔からやっぱり、昔からテレビ見てるから。あ、そういうのあるんだろうね。もうなんか思わず握手しちゃった。させてください、子供の頃から見てましたって、ほらとか言われてる。あ、そうなの。うん、ご自分のラジオ番組持って。あ、ラジオやられてるの。やってますね。どう、すごいね、上律子さんね。ね、懐かしいよね。懐かしいでしょ。奥村千代さんとか、ちょっとタイプが似てたら、なんとなく。奥村千代さんね。もうあの人は引退したんだよね、確かに。あ、そうなの。そうそうそう。いや、テレビで見てた人とか、昔からいらっしゃる人は、やっぱ年上だってやっぱ思っててね。ずっと、バカだね。あんま変わんないんだよね。いや、本当だよ。本当よ。恐ろしいよね。恐ろしい。いや、俺自分がずっと30歳ぐらいのつもりでいるから。ええ。いや、だから。あ、でも。何笑ってんだ。でもね、自分のね、姿って脳内年齢があって。脳内年齢ね。自分のいい姿がのまんまだと思ってるらしい。うん、俺16歳。16歳。ずっと16歳だから。ずっと16歳だから。16歳で入れるんだよ。入れるんだよ。いや、そう思う。それでいいと思うの。うん。ね。だからやっぱりね、30歳って昔はさ、すごい年上だった。そうそうそう、私30歳も知っちゃってたんですよ。で、俺24でデビューして、30
60までやろうと思ってたの。あ、そう。だから6年しかないじゃん。そしたらさ、いや、ほんと6年ぐらいでもうやめようと思ってたわけ。実家の、早く九州帰りたいと思ってたから。へぇ、そうなんだ。うん、東京そんなに興味なくて。ああ、なんか言ってましたね。そうそうそう。やっぱりずっと田舎者だからね、俺。あら。いや、だからいや、もうほんと、田舎帰ろうと思って30までやろうと思って、あ、でも俺もそんな感じだったな。もう30でいいやと思ってたもん。なんかね、そういうね、大人な感じがしたね。30歳ってね、もう大人だったからね、だから、うん、今が信じられない。今もだから、おまけだから。おまけだからね。楽しんでやりましょうって感じ。いい、ね、気がついたらもうさ、おまけの方が長いじゃん。70になろうかっていうね。おまけが40とかね。とんでもない世界になってる。だって今年古希ですよ。あ、皆さん、あ、そう、古希ライブやります。んで9月20日にクロコダイルで、え、もう決まってんの？9月20日9月20日そうそうそう、コキライブ、コキライブ、あ、いいね。恵子さんもやる。5月の7日に6日か7日だっけ、6日か、恵子さん5月か。みんなコキでしょ。コキみんなコキだよ。コキってさ、腰がコキなんかそう言ってましたね、どなたかがね。エディさんが言ってた。コキコキライブって、コキって古い望み希望って言ってたら吹き出して、あ、そんなこと言っちゃいけないね。どうなんだろうね、コキの由来。じゃあ今日の1曲目やりましょうかね。あ、久しぶりにね、ちょっとインスピレーションやろうかな。あ、いいんじゃない。インスピレーション、特別な夜をお前にあげよう、今夜だけ。インスピレーション、すべての夢をお前に託しての Knock on your door。 1, 2, 3, 4。お前に
景ということで金星のインスピレーションをお届けしました、はいはいはい、落ちちゃうこれ久しぶりにやるとあの歌詞が飛ぶよね飛んじゃった飛んじゃった歌詞をね見ながらやってないからやらない方がいいわよそれ、うん、なんかねインスピレーションね、うん、インスピレーション、うん、これはいくつの時作ったんですかほうこれはねいくつだろうな分かる、これでもデビュー曲なんでしょいやいや違いますよあのデビュー曲は東京都内ですよ東京都内とデビュー曲はねインスピレーションはね特番の時でねあじゃあモーターズうん、その時ぐらいかな特馬ジャパンに移った時エピックソニーからね移った時モーターズだねデビュー曲があの偶然これもちょっとレガエだったね東京トナイトレガエね、うん、レガエっていうのがすごいねレガエなんでレガエって呼んだんだろうね昔はね言ってたんだよ ね、そういえばそう、うん、おそらくレガエレガエ、レガエになったんじゃない？ラジオと、ラジオと一緒だね。いやだからデビューの時にあのお亡くなりになったね福田一郎さんって評論家がいらして、いましたねこうね、スキンヘッドのね、はいうん、その福田一郎さんがね、いやカロ君、今日本でレガエはちょっと難しいよって言われて見事に売れなかったの。早いってね。早かったのよ。ちょっと早かったか。作ったの45年ぐらい前だから。ああね。じゃそんなになんかあのなかったんだよね世の中にね。うん、そういう時期でしたね。ちょっと早すぎた。はい。お便り行きましょうか。ね、ねこれはアッキー、うん、ラジオネームアッキーさん。アッキーさん。どなただろうねアッキーって言えばアッキーかな。でもわかんないよ。栗山の？いや、わかんない。はい。桜も満開の今日、はい、今週はお花見で盛り上がることでしょう。うん、季節の、おかげで、うん、イベントが増えたのでですが、この頃、イベントが増えた、増え、楽しますこの頃ですね、うん、全部句読点がなくて広がるですね日曜日はお花見ピークとなることでしょうああそうだね、カナオさんお体ご自愛してくださいねはいとしみさんも季節柄体調万全にしてノリノリで頑張ってくださいませ、うん、アッキーさんってどちらのどちらのねカナオさんの曲マイフレンドをリクエストします頑張ってくださいはいねアッキーだってアッキーさんありがとうございますアッキーさんありがとうございますどちらのアッキーさんかは分かりませんがアッキーさん、ねね、体調もねあの一応もうがんの治療はね終わりがんとかねあのがんの後にちょっと肺炎になっちゃってそれもクリア、うん、それもねクリアしましたね見事に見事ね素晴らしい見事にクリアしたんだけど、ねうん、あのちょっとフェイスブックは書いちゃったけどさあのあれはさ数値がちょっと低かった何の数値ですかあの肝機能の肝機能それはお酒関係あるめちゃくちゃ10倍ぐらいになっちゃって10倍うん10倍はすごいよね、うん、ちょっと跳ね上がっちゃってさ、ね、それ心配しててさ、うん、それをいちいちあの言うのもあれだけどもそれが実は昨日検査だったのよ、うん、だからちょっとあのクロコダイル解剖出せなかったんだけどそれもクリアしましたすごいね、うん、それはね治ったのなんかなんとかゲームみたいな障害を一個ずつ超えてこうやっていやだからもうねなんだっけ何十倍も上がってたからねすごいですよいやでもなんかいろいろねなんかまあ僕あのああいうなんていうかな治療の中で薬とか飲んでたし、うん、抗がん剤もやったから、ね、いろんなことが出てくるんだと思うね。きつい薬だものね。だっていろいろ出てくるのが当たり前で。出てくると思う。だから、ね、あのまあ原因がはっきりしたものはわからないけども、あの一応ねそれもクリアしましたね。数値が下がっ2週間で下がってたから。それは良かったから。うん。疲れとかもあるでしょきっとね、うん、体調がね弱いとか疲れもあるだろうね、うん、ストレス睡眠不足もあるし水不足で水あの雨の中の水不足ね大切よ水でできてるんだからね、うん、ほとんど綺麗ないい水を飲まないといけないそうだよね、うん、ねそう最近なんだろうね、ちょっと季節の変わり目でなんかあるのかなあるのかな、ね、春
でさっき、うん、そうトモコもちょっと2日ぐらい寝込んでたよね。あらまあ風邪とかじゃなくて、うん、扁桃腺を切った後がなんか切ったの、もう昔子供の頃切ってたんだけど、あじゃあなんかがその切った後にやっぱなんかあのね交差とかいろいろあるじゃない、交差で私一回私もすっごいひどい喉痛くなったことがあったよ。あそう、うん、俺今までさ何にもなかったからね、うん、だから初めてよこのがんがん、うん、だからでも一気に全部まとめてきたじゃん。まとめてきたね、ガーンってきたって。いやいやまとめてきたけど、うん、まとめてお返ししたって感じ。お返ししましたよ、ね、すごいね。10ヶ月でお返ししたからね。1年経ってない、そういえば1年経ってないよ。だからがんはね、だから6ヶ月、去年の5月か、うん、5月ぐらいがね、うん、あの私一人でそうやらなきゃいけなくなって、外科手術から始まってもう全ての治療ね、しましたよね。まだ1年経ってないんだろうね。お医者さんもやったし、もうちょっとこうしおらしくした方がいいんじゃないですか。まだ1年前見舞いですから、あーとかやらないで、まだまだちょっとずつちょっとずつ元気に元気になったらよかろうもんやろ。よかろうもんだけど、よかろうもんだけど、こうあんまりね突っ走るとさ、徐々に やらないと。そうそう、無理しないで無理しないでってみんな言うんだよね。俺がものすごく無理してるんだよね。無理しちゃうでしょ。でも結構無理しないしてみんな生きてるじゃんね。まあそう言ってみたらみんな無理してるよ、まあね、無理なく生きて、ね、生きてる人なんかなくない、いけないよね、ね、うん、まあ政治家の皆さんも無理して生きてるでしょ。そう、政治家の皆さん方々もうちょっと無理してほしいね。いやいや無理してるでしょう ね、 みんなね、結構楽してる人多いかな。あれはさ、あれは単純に脱税じゃないのとか思っちゃうね。ちょっと収入があればさ税金持ってかれちゃうじゃない、私たちはね。そうだよ、あの差し押さえとか来るからね。そんなに儲かってないけど、もう俺そんな儲かってないけど、いやだから差し押さえるもないんだもん。ないよね、うん、なん僕を抑えてみたいなね。なんだなんだ、税務署のおっさんだよ。よくわかんない、わかんない、差し押さえるもんないんだから。そうだ、命しかない、ね、うん、でもいいよね政治家はね、差し押さえ、まあなくしても職だからね、またほとぼり冷めたらバッと出てくればいいんだから、ちょっとだけお休みすればいいんだよね。そうだよね、うんうん、よし歌おうか。歌しかないね。あのリクエスト来ましたね。マイフレンド、俺ちょっとマイフレンド歌詞ないから、歌詞長いんだけど間違いかもしれない。いやいやいや、間違いはやめて。いやないんだ。どっかないの？ないないない。今日持ってきてない。いや、うん、大丈夫かな。うん、まあ、ちょっとやってみよう。俺持ってるわけないよね。あるかも。俺あるとか言ったらすごい。本当、まあ、にあったらいいよね。それね、面白いマイフレンドってね。俺あのね。できるとこまで。大丈夫大丈夫。大丈夫ね。うん。もう歌ってるから大丈夫。
Take care, my friend. I'm going to see you soon. Take care, my friend. I'm going to see you soon. Oh, 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 dear, my friend. Oh, 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 dear, my friend. はい。見事に歌詞を間違えた。スープラスで忘れてね。全部忘れて作りました。失礼しました。いいですね。あのね、これもね、ちょっと生放送に全然良くないんだけど。ね。あのこういうね、危ないことをするからね、俺。調子よく言ってたんだ。うん。あのそういうね、危ない道を選ぶ、ご恩返しとしましてですね、松下としみさんにじゃあ何で一曲歌っていただきましょう。私もそれはちょっと自信があります。今日ね、うん、あの今朝方ね、ちょっと私アップしたりいろいろあのこれを使ってたら、うん、つとむ高橋さんからメールが来て、うん、あの真夜中のドアをやってくださいって来たんだけど、あ、真夜中のドアね。か楽譜はね、探す時間がございませんでした。すいません。ね、あの真夜中のドア。真夜中のドアって、あの松原美希ちゃんの。松原美希ちゃんって、あの Stay with me、 真夜中のドアを叩き。それだってリハーサル松下としみがやってたんだよ。あ、そうなの。美希ちゃんの。あ、そうそう、同じ事務所だったんだよ。そうかそうか。そうなんですよ。だから松原美希さんの曲はほとんど歌えるんじゃないかな。何やのかの歌は明日やるよ。え、誰が歌うの？誰が歌うの？あの明日ほら石田君たちと TKM&FG バンドでマコニーさんって女性のボーカルで、マコニーさんってお姉さんがいる。お姉さんがいるんですけど。兄さんって。うん、その方が明日それ。あ、そうなの？あ、多分そうなんでしょ。そんな感じで。うん。でキーがね、ね、やってみて。なんか言う。俺よく分かってる。あ、そうか。そうなの。え、まこちゃんは弾かないの？弾く。まだ譜面が来てない、ね。あ、そうか、そうか、そうか。譜面が来てないの。ちなみにとか。いや、だからね、あれだよ。だからリハーサルは松下君がやってたの。おお、ね。あの朝までやるとほら本人きついからね。そっか、そっか。喉焼けられちゃうからね。松原美希さんとか現役の時よく可愛かったでしょ、うん、もう私声が大好きでね、ハスキーでね、歌はやっぱ上手かったもんね、うん、19歳くらいじゃない、あの歌確か、うん、そうだ、うん、そうなんだね、細くてね、可愛かったよね、うん、若いうちにね、お亡くなりになってね、44歳、残念ね、44、はぁ、そう、結構いろいろ何あっちこっち一緒にウロウロしたりしたの。ウロ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 っていうかイベントでね、あのライブで行きましたよ。本当、はい、うん、そうそう、お便りちょっと一枚、うん、いいですよ、行きましょう、行きましょう、お便り行きましょう、お便り行くね、これね、あの江川さんからいただきました。江川さん、ありがとう。かなおさん、としみさん、鈴木さん、まことさん、こんにちは。今日は久しぶりの金玉ですね。桜も咲き始めました。岡山には三春滝桜桜という、紅しだれ桜があります。福島県の三春滝桜ねの苗木を譲り受け、あ、やっぱ苗木を譲り受けたんだね、八幡宮に奉納されました。日当たりが悪く枯れそうになっていたので、うん、住民有志で日当たりの良い空き地に移動されました、うん、数年前まで艶やかにライトアップもされていました、老木で年々花にも元気がなくなって、うん、ライトアップもしていませんが今でも大切にされています。老木になってもアップライトアップしてあげて、うん、かわいそうじゃないね、うん、近所のお年寄りが来て人間と同じだね、毎年見に来る見に来るけどだんだん弱ってきてるなとつぶやきました。いや、ちょっと悲しいな、悲しいな、人も植物も、ね、命を受け継ぐ、受け継ぎにとっても大切ですよね。今日は金尾さんのレコーディングのお話をたっぷり聞かせていただきますね。だって、はいはい、俊さんの中国ツアーも大盛況で順調に進んでいますね。西国のお参り33観音だって、これ四国だね、
に来ています。ほうほう、帰ったらゆっくり見るラジオを楽しみにしています、はい、台湾の被災された方々に、そして世界の、ね、台湾も ね、平和を心静かに祈ります。本当大変だ ね、 本当に大変だよね、めちゃくちゃだもんね、うんうん、やっぱりそういう災害はどこにいつ起こるか、ね、忘れた頃に、ね、うん、台湾までもそのやっぱ多いから、うん、ある程度準備はできてるんだけども、やっぱりさ、うん、古い建物があるんだ、こればっかりはね、うん、大変だよね。そうそう、やっぱり日本の災害の時にね、まあ、向こうの方ってほらボランティア精神が強いから、うんうん、いろいろね、うん、私たちもしないとね、いただいてね、うん、やっぱりお返しをしないとね。そうですね、そうですね、そう、じゃあ歌いますか、松田さん行きましょうか、松田さん行きましょう、ね、ごめんね、つとむさん東京キッド行きましょう、ね、もうね松原美樹さんの代わりに全然代わりになってないかもしれないけどごめんね、探しておきます、行きますか、はい、歌も楽しいや東京キッド、粋でおしゃれで朗らかで、右のポッケには夢がある、左のポッケにはチューインガム、空を見たけりゃビルの屋根潜りたくなりゃ、歌いました東京キッド、はい、ね、いいじゃないですか、楽しいねこれね俺ねこの当時の歌が大好きなのよ。あー、そうなの、これね、カノアさん歌っても面白いと思う、そうだね、私の青空みたいな感じで、うん、いやだって私の青空ってみんな俺の歌だと思ってたんだから素晴らしいね、30年くらい前から歌ってるんで、それすごい、いやだってカノアさんの歌なんかコマーシャル流れてましたよって、エノケンだよねすごい古い歌なのね、うん、昔歌ってたこの頃の歌ってこういう明るいの結構あるのかな、いや憧れのハワイコールとか、ね、そうそう、それとかあるし、晴れた空とか、ね、昔はさ、ほら ひばりさんのバンドをやってたグループいたじゃん、なんだろう、名前が出てこないぞ、なんとかボーイズ、
うん、そう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 、あの9番ボーイズ、とぼけたボーイズじゃない、呆れたボーイズ、呆れたボーイズ、そう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 、まあ似たようなもん、ああいうの好きだったのよ、あのバンドとか、あーボーヤサブローとか、そう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 、知ってる、ボーヤサブロー知ってる、懐かしい洗濯機の、今ラジオ聞いてる人誰も知らないと思う、いや私生で見たことあるし、ボーヤさん、時わざ、本当時わざで、前も言ったかもしれないけど、うん、あの増田キートンさんとかさ、うん、もうかっこいいよね、うん、あの年代の人が、うん、あの NHK の公開番組で、うん、そういうのやって見に行ったことがあるの、あ、そうなんだ、うん、ご招待で、うん、すごかったよ、うんうん、もう見てる人もいないだろうね、そんなにね、うん、それを知ってる人も、知ってる人も少なくなる、あんまり言うとね、70過ぎてるかと思ってたね、ないくつですか、もうしかしあれ、まあね、コキーに近いね、そうそうそう、コキーズね、コキー、まあ、9月20日その日にやるの、じゃあ20日でしょ誕生日、うん、どこでクロコダイル、オンタイムでクロコダイル、あ、本当誕生日は21日なんだけど、21か、9月20日ね、前の日に、はい、9月20日です、クロコダイルです、クロコダイルね、コッキーね、前行った時さ、バースで入りきれなかったもんね、はい、だって、あ、そうそう、階段の、ね、そう、だってさ、びっくりしちゃった、うん、俺とか確かね、外だよ、武田和夫さんも階段に座ってたんだよ、そうそうそう、あの黒子の高い階段に上、ね、みんなね、なんか入れなくてさ、そうそうそう、本当にね、皆さんすいませんでした、階段とかね、あの 上にね、上に高校生みたいにそうなってさ、地べたに座って、地べたに座ってたんだ、ね、時はだからクロコダイルでだから一番人が入ったんじゃなかったかな、ね、すごかったね、じゃあ古今時は2回やればいいじゃん、2ステージ、確かにコキはコキ2回やるっつったらもうコキコキじゃん、そうだよ、カロさんもやる11月20日だけに、いやいや俺はもうコキなんか今から下がっていくんだから、年がだん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 若くなってくる、でもやった方が、来年68やりますか、やりますか、68、うん、コキ、そうか、ブルームードで、あ、いい、やりますか、ね、まあ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 、まあまあ、ということで ね、はい、今日は、金玉ということですね、金玉ですね、うん、なんかリクエストありますか、ないですかね、ね、もう一人ね、お便りをちょっと読ませて、うん、レコーディングの話ちょっとね、あ、そうだね、今ね、まあ、仮歌入れて順調ですね、うん、一応この間リーちゃんがピアノで参加してくれたんだけど、ね、あのアメリカ行っちゃったんで、うんうん、その前にっていうことで、うん、リーちゃんのね、スケジュールに合わせたからね、割とね、タイトな、だから、まあ、タイトな感じでやったんだけど、うん、ちょっとブルージーな曲、うんうん、を集めて、ちょっと集めてやったんですよ、あで、まあ、ブルースサイドじゃないけども、うん、そういう感じで、うん、あとだから6曲撮ったんですけど、うん、であとの、うん、あと6曲、あとはね、あのちょっとロックサイドみたいな感じで、うん、ちょっとそういう風に自分のスタイルが、まあ、昭和とか出てた頃にちょっとラグタイムとかそういうのもやってたんで、そういう部分とちょっと割とロックっぽい部分を分けて撮ったんですけど、その中に入ってる曲ちょっとやりましょうか、ドリンキングが入ってんだけど、ドリンキング、うん、それも入ってんだよね、ちょっとラグタイムじゃないけども、でね、今度クラリネットとサックス入れるんですよ、で歌入れの時に、うん、その時はね、誰だとバンバンバザールの、うん、うん、あのアンディに頼んで、うん、で一緒に僕はその時歌入れるんですけど、ドリンキングやってみましょうか、はい、
決まった。打ち合わせなしできついじゃん。どうもありがとうございます。ね、外の方もね、一生懸命やったら聞いてくれるんですよ。ね、ピタッと決まったね。ね、ミキさんからちょっといただきます、ね、あ、ミキさん、博多のミキさんね、はい、ありがとう、いつも。皆さんこんにちは、はい、ますますの天気の博多です。はい、選手のともこちゃん。やっぱり魅力的な女性でしたね、うん、はいはいはい、そして今週はちょいと久しぶりの金玉ですね、はい、いつも通りのマイペースでゆたっとした時間を楽しめそうですね、今年はなんだかいろいろな災害が起こっていて、うん、元日の能登の地震に続いて、うん、台湾でもとんでもない状況ですし、うん、今まで起きていなかったことが起きている印象ですよね、うん、だからこそ命は永遠ではないことを認識し、後悔のないよう行きたいところには行き、会いたい人には会うってことが大切な気がし、うん、ますますしてきます、はい、病気とかも関係ありません。なのでかなおさん、博多で会いたいですよ。博多やろ、ね、うん、リクエストあった、うん、久しぶりに春吉コールガールです、うん、けど何でも OK です。楽しんでるとこを楽しむ予定なので。さて近況報告ですが、先週末には無事大きなイベントの MC 仕事を務めることができました。ああ、なんかね、うん、なんか大きな、うん、あの写真見た見た見たね。日曜日にかぶってしまっていけなかった哲也さん、テックス中村さんのライブが、あ、テックス中村ね、うん、奇跡的に隣のライブハウスだったんで会うことができました。だって、そして、うん、よかったね。そして水曜日、あと今夜もですけど、うん、ミスターキングオブイエーの、高田英二さんにも会えて、高田英二君、はいはいはい、会えてます、うん、あとはもう分かっとうでしょって書いてありますけど、もう分かっとうでしょ、あとは、うん、あとは分かっとう、あとは俺やろ、俺やろ。俺ゲナ、違うか、俺ゲナ。カナオゲナ、キーなんだこれ。なんでやってんの、怪しげな。Eフラット最初がEフラットどっかかな。それかEマイナーでもこれ、そんな高いの、うん、EフラットってEマイナーとあるよ。え、やって、ちょっとこれEフラットやってみる。Eフラットやってみる。これだね。まだこれだけ。そう。うん。ララ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 、俺から入るか、ちょっと。春吉の夜の女さ、街行く男に声かけちゃ目遊んでいかない。そもそも私がこんな女
ゃんのリクエストを答えました。朝日のリクエストを歌おうかな。ね、同じ女郎です。同じ女郎。ちょっと懐かしい。これもね、昭和の時歌ってた曲ですね。ね、もうこれはレコーディングしない。二十歳ぐらいの時歌ってた。だから夢から覚めたらとか、この歌もそうなの。ませた二十歳だよね。これね、レコーディングしてくれないんだよね。なんでですか。これね、レコーディングしてないの？これしてないんだ。やればいい。今のまこちゃんのギターすごいかっこよかった。いいよね。もういきなりやってもこうやってこう、パッとやってくれるっていうのはね、やっぱり高橋まこさんでしょ。そんな。ね。ありがとうございます。今みたいな感じで。うん。ということでね、今日もあっという間の、なんか来ましたか。高橋さん。カラオさん、松下のまことさん、鈴木さん、こんにちは。どなたの、高橋さん、ありがとうございます。日本のニュースでは桜が咲いたと言ってましたが、今10度C、武蔵小杉、寒そうですね。アトランタも今日は日中かなり寒く、あらあらあら、明日も最低気温4度、4度寒いわ、寒い ね、日本より寒いじゃない、春とは思えない寒さで心が重くなっているところです、でも今日は金玉、そんな気分を、変えてもらいたい気満々です、なぜなら今日初めてリクエストする曲が思い浮かんでしまったからです、以前放送で松下さんは松原美樹さんがリハーサル不在の時は彼女の代わりに歌っていたというお話をされていました。その時歌っていたのはあの歌ですよね。ぜひぜひ松下としみバージョン、真夜中のドア、ステイウィズミーを聴かせてください。よろしくお願いします。その後マイフレンドパチパチパチで、それで今日はあれがないよって言ったから、それでは次回返事が来てます。あの不在じゃなくてね、ミキちゃんいる時に全体を見たいからって言うんで歌う。そうなんだ、あの方はね、アレンジャーになりたかったの。アレンジで、あ、松原ミキさんね、ミキちゃんね、だから全体を見たいから、こう誰かに歌ってもらってて、あ、こっちはこうした方がいいっていうのを見てた。そういう方の方が好きだったんだね。だから作曲もするしね。あ、自分で作曲もされるの？作曲ね、お邪魔女ドレミもミキちゃんだよ。あと、あのプリキュアも確かね。あ、そう。え？元祖。そうなの？うん、最初のプリキュアそうじゃなかったかな？違った。本当？うん。そうなんですよ。よし、なんか最後になんかしますかね。リクエスト？いや、リクエストないでしょ。私の踊りやってみる？じゃあ最後楽しく。うん、何やる？私の青空って青空が欲しいですね。今日本当曇り、寒そう、ね、あのちょっとあの青空は今日ないですけどもね、あの青空は心はいつもね、心はいつも青空、心は青空で行きますか。はい、あ、失礼。ちょっとやったまんま、ちょっとこれなんで、あれ、なんかちょっとごめん、チューニングがなんかごめんね、やっぱずれちゃうのね、このカポするとカポなしで、カポなし。これあれだな、ちょっとギターの調子が悪い。ギターの調子が悪い？うん、来週も金玉でしょ？そうだよ。来週も金玉だよ。じゃあ来ないで。じゃあ何したっけ？また来ちゃうかな。じゃあ不良中年行きますか。え、何？不良中年。またコロ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 買ってすいません。不良中年。次回やる？進め。One, two, three, four.戦えたんだけ強くなれるのさ
きっちり終わりましたね。終わりましたね。あっという間の1時間でした、ね、お相手は、はい、町田俊美と高橋誠と今日誠ちゃん、あの吉野でございました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。 来週もね。泡が流れてる手が流れる春に罠の花が辺りを埋め尽くす雪かう人の中に幻を見たんだ姿優しいあの人は今はない。